はい、なんすか OK です。あ、ん、あ、ちょっと待って、はい、うん、なんか2時15分ぐらいになったら一旦俺途切れちゃう可能性があります。はい、はい、島岡さんから接続が悪いのでチャットでコメントしますと。15分で終わる。自宅で簡単体幹トレーニングということで、体幹を鍛えることによって、まあ、体のバランスだったりとか、あとはその中から筋肉を鍛えることで代謝も上がりますし、まあ、免疫力もつくので、まあ、この3点をメインで今日はつけていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず、流れ的には、3つですね。最初ウォーミングアップして次トレーニングします。で、はい、その後に最後クールダウンにして、まあ、ダウンをします。で、この3つで構成しますので、はい、トレーニングしっかり、その前にしっかりウォーミングアップしてから気がないようにやっていきましょう。はい、最初にちょっとウォーミングアップがてらストレッチします。前に出してもらって、前に倒します。で、足の部屋ですね、ここ裏を伸ばします。この辺り、で、伸ばしたら左手を前について右手を上げます。そうです、はい、後ろに引いて伸ばす。で、前に行って伸ばします。これアンチコメントに対応するためにやったな、これ。あはは、逆です。はい、手を開く。あ、そうですね。はい、開きます。ラスト行きましょう。後ろ、あ、これ前、背中を伸ばします。あ、手を開きましょう。左足に出して、開きます。1、5回ですね。はい。1、ね、この調子で3、肩に力が入らないようにしましょう。はい。はい、ラスト。OK です。次は、ちょっとこんな感じで、また割りみたいな形で、お尻を落として、膝の上に肘を乗せます。で、このまま爪先を上げます。1、2、3。前向いてくださいね。下向かないように、5、6、9、ラスト、OK。そしたら、スタートを持ちます。かかと持って同じように、この先、1、2、3、4、5、6、8、9、はい、OK。ラスト、ウォーミングアップラストですね。今度、前に体を倒して、一歩ずつ前に行きます。
で、このまま足を半歩ずつ近づけていきます。やってみましょう。あ、で、手をつくで膝を曲げてもいいので、このまま前に手を半歩ずつ、はい、腕立てってみたいな姿勢になります。で、そのまま足を向かって待ちましょう。OK。 で、ちょっとウォーミングアップして体、これから動かしますよっていうシグナルを入れましたので、これからトレーニングの方に入っていきます。じゃあまず最初のトレーニングは肘をついていきます。なんで姿をキープします。あ、いいですね。では膝を曲げましょう。膝を曲げて、で、そのまま足を後ろに、そうですね、この状態で後ろに伸ばしてキープします。はい、行きましょう。レディーゴー。30秒いきます。あ、で、もうお腹周り、腰周りですね、指先とか足先で力入れないようにしましょう。キープですよ。はい、あと10秒7、6、5、4、3、2、1、はい、OK。 で、そのままの姿勢、今度反対側を伸ばしましょう。こんな感じです。反対側、足の反対の足を伸ばします。姿勢は変わらないです。四つ前のまま足ちょっと開いて肩幅へも開きましょう。で、そのまま上げていきます。では行きますよ。30秒また行きましょう。レディーゴー。あ、参加してみましたね。いいですね。足伸ばしてください。足を。片足伸ばしてください。そう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 。オッケー。ああ。で、脱落してますね。まだ終わってないですよ。4、5、4、5、6、はい、OK。 6倍になります。このまま肩の真下に手を持ってきて、股関節の真下に膝がつるような形でちょっと足開きます。で、このまま膝を地面から離すだけです。地面から膝を離します。で、膝を上げた、ラグビーでいうスクラム姿勢みたいな感じですね。うわー、はい、上げていきましょう。30秒いきましょう。はい、アップして、この状態、そうです。で、お尻少し下げます。あー、こうならないようにしましょう。わ、そうです。あ、いいですね。そうです。つま先をそのまま膝上げてください。ちょっと上げる感じです。こんな感じ。うわー、見えない。膝をちょっと上げたんですね。大丈夫ですか。で、次はまた四つ倍になります。四つ倍になって、こんな感じで、で、左手と右足を上げます。そうです。で、タッチします。右と膝をつけます。タッチして伸ばす。一回いきましょう。タッチ伸ばす。一回タッチ伸ばす。二回タッチ伸ばす。三伸ばす。四タッチ、はい、五六、はい、七8、9、10、はい、OK、 いいですね、皆さん。今度は逆いきます。はい。
今もお手伝いしよう。逆に自分で近くね。あ、そうそう。右手。さっき他に回転してくれたので、そうです。そうです。体が回転しており。で、まず回します。ここスタートで、タッチ。はい、一歩へ。一歩へ。座って、2、3、4、5、いいですね。6、7、はい、8、9、10、 OK。 皆さん、よさいいですね。高澤さん、すいません、のりちゃんがこれからズームを使うらしい、ちょっとお礼は。あ、ありがとうございます。はい、すいません、また。いえ、どうもです。あ、でも無音で見てます、無音で。あ、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございます。まずはいい。なんだよ。 OK です。話しましょう。で、次はちょっと顔を見てみましょう。この状態で出たんすよ。こんな感じで、ここは曲げてもいいです。なんかいる。このまま左右に肩を振って動かします。横に移動します。横に移動。え、ここと、そうです。腕と足を上下に絶対下がってください。そうです。さあ、上下に行きます。さあ、上下に行きます。足立ちがいいですね。できないですね、これ。なんかいる。回ります。さあ、桜、ぶつからないように。円を描くように回っていきましょう。手と足を万歳して、うつ伏せで。で、やっていきましょう。これも3回目やっていきます。リー、ゴー、ゴー。もう動けません。はい、ゆっくり動いて。え、これで動くってことでしょ。そうです。これこそ。腰に腕を振って、足と腰を後ろ向ながら、そう、無理です。はい、いいですね。無理です。いや、最下位ですね。そう。無理です。はい、頑張って。はい、最後に5秒。4、3、2、1。はい、OK。ナイスです。OK。で、次今やったこと、反対タイムがあります。うえぇ。なので、これをやっていきましょう。動いていきます。反対に動きます。手と足を上げたほうがですね。では、行きましょう。5秒前。4、3、2、1。
ミュートにしてるかどうかだけど。
そうだよ。で、手をついて、お尻を引きます。そうすると、お尻と骨盤が並ぶので、なるほど。お尻を引いて、もも裏を押します。で、手を膝の上に乗せて、歩かせます。はい、今度は開脚します。開いて、お尻切りましょう。いいですね。で、右で左のつま先にぐーっと。そうですね。で、この裏側と裏側のまま。はい、OK。反対行きましょう。こっちを伸ばして、遠くにしてから、ちょっと。いいですね。で、そのまま倒しています。で、右手を肘を押して反対向きます。はい、OK、 OK、 反対行きましょう。左足を回して右足を乗っている。で、膝の方を右の方に寄せます。で、お尻を伸ばしましょう。そうですね。はい、そのまま倒して、左手で肘を押して反転します。ありがとうございます。そうそう。ラスト、吸って、吐いて、はい、OK です。こんな感じで、トレーニングだけで、最後、ありがとうございます。